万霊節作品十から八は、リハルト・シュトラウスの作曲した歌曲。1885年10月3日に、マイ人間で書き上げられた。ヘルマン・フォン・ギルムの詩に付曲した、シュトラウス最初の歌曲集、最後の葉による八つの歌曲作品十の一曲。シュトラウスの歌曲の中でも特に演奏機会の多い作品で、畑中良介は、この比類のない美しさと清純さは、 彼の壮大な公共死が滅ぶことはあっても、おそらく永遠のものとして残るであろうと思われると述べている。トランク色、変補長長、四、四拍子。万霊節の日に、亡き恋人への思いを語る詩に基づく。息の長いフレーズで通作されており、素直に歌われる、第一節、少し陰りを見せる、第二節、助走の旋律を用いて盛り上がる、第三節。 と設計されている。異名動音的な転調も、効果的に用いられる。ステルアウフデンティッシュダイルファンドンレセデン、ダイレッツトンロテンアスターントラジヘアーバイ、ウントラスウンスウィーダーフォンデアリーベリデン、ビーアインストイムマイ、ギブミアーダイハンド、ドスイヒシェンハイムリックドラカウントベンマンズジート、ミアーイストエスアイナーレイ、ギブミアーノアーアイネンダイナズソンブレカ、 ビーアインストイムマイ、SBLHT 運とダフテッドホイトアウフイエーダム、グレイブ、エンタグイムヤーイストジェーデントテンフライ、コムアンマインヘルツ、ドスイッヒ,ヒリヒウィーダーハベ、ビーアインストイムマイ、ありがとうございます。